共感できるが意味のない会話ランキング第13位。ちょやばいやばい、マジでトイレ漏らす、やばいやばい、マジガチでやばいやばい。あ、顔にトイレ行ってくれへん。ということで皆さん今日も動画見ていただきありがとうございました。ということでね、もう今日のやつ、共感に共感を重ねた共感の共感の共感ランキング13位の共感の共感ですよね。はい。でも俺が嫌いなのは鬼共感言うてね、踏めてないと。はい。あ、ここは何かと、あ、僕のあれですね、新しい事務所ができまして、まあ、こんな感じでちょっとやっていこうかなと思ってるんで、はい、皆さん応援の方ねしていただけたらいいなと思ってるんで、今日 NG 集なくて、なんとなくて、あ、ちなみになんか昨日と服一緒やんみたいな考えて、ちゃんとお風呂入りましたんで、ちょっとあんまりなんかちょっとアンチ受け付けてないんで、不潔とかやめてくださいね。はい。それね、それやってきたら、まあ、僕鬼共感ってなっちゃうんでね。怖っ。あ、どうした？